力の源。他のスポーツもあるかもしれないですけど、やっぱりこの人と人との絆というか一着を目指すのももちろんなんですけど、やっぱその中で各々やっぱりこの仕事があって、自分自身がやっぱりこう先輩や後輩と気心を知れるようになってから、やっぱりレースに対してもどんどん気持ちの入り方も違ってきますし、だから見てる人にもそういうのが伝わればもっと競輪と面白いなと思ってもらえるので、そこがやっぱり一つの魅力かなと思います。僕の力の源は家族です。競争から帰ってきて子供と奥さんの顔を見た時に、やっぱりこの人たちのために頑張れてるなって思いながら毎回競争に帰れてるので、そういうふうに思った時が一番そう思います。奥さん、今の言葉は聞いていかがですか？ありがたいです。本当に今の奥さんに出会わなかったら、競輪に対してちゃんと向き合ってなかったっていうのもあるので、それまでの自分を考えるとあんま良くないっていうか、競輪選手らしくない生活してたので良くなかったなと思うんですけど、今はこうやって奥さんと会えて、家族も持って競輪に向き合えてる自分がいるので、本当に今の競輪が楽しくてしょうがないんで、振り返ってみて、全部ひっくるめていいなと思ってます。パパのお仕事何？競輪競輪な。